どうも、エルザレドです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきましょう。なんか急に話しかけられたな。今回のクエストは何をしていくかというと、君に届けということでやっていきましょう。ラッドウィンスプです。ウィーン。ラッドウィンスプではない。もう神々だったね。じゃあ歩いて行って目的地行きましょう。馬読めるのか、やっぱ読めないよね、街中はね。お、おう、できるだけ問題を起こしたくないが、はいはい、はい、昼間だったらね全然いいんだけど、まあゴロつきは夜だよね。はい、後ろ取ると一撃必殺取りやすくなるんだけどね。ほい、じゃあさよなら。おい、まったく。そう、まったく、もう勝てないのに挑戦してきて。あ、でも道順的にって感じか。さあ、こっちは物乞いと。アイテム屋は上にありそうだ。これはなんだ。ああ、スケリッチの王か。お金で買えないものはないわ、私に。さあ、こちら側だね。結構アイテム屋のマークは見るんだけどっていう感じなんだよね。こっちは住民だ。あ、鍛冶屋に行ってさっきの売るか。何を置いてる？レダニア団子、うちの名物さ。おすすめだよ。にしても驚いた。バットグエンがここに？信じられない。なぜウィッチャーだとわかる？おいおい、冗談だろ。他に金の剣など使うってんだ。確かにね。カムさんで長さは40寸。そうだろ。エルフの刀鍛冶、エイブヒア・ハットリだな。ああ、その通りだ。リビアのゲラルトだ。いろいろと評判を聞いている。あら、たまたまイベント戦？団子は食べるか。あ、団子いただこう。どんな団子出てくるんだろう。うん、うまい。それはよかった。他に何か用はあるか？そうだね、団子じゃなくて、そうだね、腕のいい刀鍛冶を探している。腕のいい刀鍛冶を探している。誰かいないか？3本目が欲しいのか？多すぎやしないか？うまいこと言うな。それはともかく、まだ剣は作っているのか？めったに作らない。最近は団子だ、生計を立てるためにな。なるほどね。金槌と金床の響きが懐かしい。ああ、それに火事場の熱、ヴァンホリンの野郎がいなければ。一体何の話だ？ウィッチャーを団子で出迎えるわけにはいかないな。来い、見せたいものがある。さて、まさか違うクエストが始まる感じだ。いや、でもだいぶ作ってるぜ。ありがとう。これは思い出に残している。ってことは作ってたってことか、やっぱいいものを。
もう作らないというのが残念でならない。すぐにでも手に入れたいほどの品ばかりだ。そんな技術があるのに、どうして団子なんかを。驚くかもしれないが、こっちの方稼げる。安全だしな。食べ物を売ってれば、いきなり消えたり、手足を失ったりすることもない。なるほど。家事道具市場を仕切ってる奴がいるのか。公にというわけ。ほう。品物はすべてエルンスト・バンホルンを経由する。奴はクリーバーとよくカード遊びをするそうだ。そうだ、カードで勝てということか。エルンスト・バンホルンというのは、港の小さな工場の生まれだが、奴には野心があった。技術だけで他の鍛冶職人と競うのは難しいと分かっていたから選んだんだ。別の方法な。別の方法？あちこちで悪口を言ったり、借金のある店を安い金で買い取ったりしてな。競争相手がくだらない非人間族の時はいつもハブカーと罵った。お前もやられたのか？抵抗はしたさ。役所に行って交渉したりだな。だが全て無駄だった。やつはクリーバーの庇護を受けていたんだ。ロビグラドでクリーバーに歯向かう者などいない。クリーバーか。交渉がうまくいかなかった。まあ今行かなかったって言ってたからね。バンホルンだ。冗談だ。やつは冷酷なクズ野郎だ。金を払うか店を畳むかのどちらかしかない。なるほど。不満があるわけじゃないぞ。団子は実に儲かる。ただそのまあ生きがいはねえんだろうな。他から材料を調達できないのか？裏の世界の連中が供給元を仕切ってる。やつらと交渉なんかできない。あんたが力を貸してくれるなら話は別だが。そうか。まあじゃあ材料を集める手伝いをしてほしいのか。材料を集める手伝いをしてほしいのか。護衛として会合についてきてくれるだけでいい。そうすれば自信が持てる。実は少し前に物乞いの王の手下と鉄道調達について交渉したんだ。あいつはクリーバーの禁止令など気にしないだろうな。ただ彼に法外な分け前を要求されていてな。交渉を手伝ってくれないか。ただでとは言わない。十分な謝礼を出そう。このコレクションから何か選ばせてもらうというのはどうだ。ほう。こんなのとは比にならん。神々をもほくれるような武器を作ってやるさ。どうだろうな。裏の世界か。あまりちょっかいを出したくはないんだが。お前の力が必要なんだ。バンホルンは本物のクソ野郎だ。思い知らせてやりたい。やってくれたらこの恩は一生忘れない。甲冑だって作ってやる。それとも透析機の方がいいか。そうか。じゃあ分かった。会う方法を決めてくれ。会ってみよう。よかった。日没後、港のクレーンのそばで。さあ、剣と団子。剣と団子。サイドね。で、やっぱレベル高いね。あー、まあまあ、これはちょっといくとあまりにも悪い。別の話を進めましょうかね。まあでもこうやってなんとなく入っただけでクエストが発生するのはやっぱ面白いよね。予定外のサイドクエストが重すぎる。でもいい武器が作れるようになるのはいいね。まああれもサイドだからそのうちレベルが到達したらという感じだね。そう、この中だし、入りますか。入れねえじゃん。二度と来るな、汚いもんがしやろう。俺たちはただ、くれてやるものなど何もない。消えろ。ウィッチャーにも黒の軍団の諜報員がいるらしい。さあさあ、それは無視していこうかね。
今度来たらその足をちぎってケツから突っ込んで奥までつま先を踏ませてやる。ゲラルト、相変わらずいい時に現れるじゃないか。ゾルってことは相変わらずいい蹴りをして旧友なんだ。あいつらはなんだ。ここらじゃよく見る連中だ。ちょっと出た隙に乗っ取られたってことさ。マジか。さて大掃除が必要だな。全部片付けなきゃいかん。手伝ってくれるか。そうか、もちろんだ。お前ら、俺たちだけじゃ殺せない。そう、おい、なんだか昔を思い出すな。そうだな、まるでバージンみたいな。さあ、あと一人。おい、よし、お、決めたね。さすがに武器を出すわけにもいかないよね。さあ、君に届け。進んだみたいですね、話が。よし、片付いたようだな。さあ、神の名のもとに再会を祝おう。久しぶりだな、友よ。ああ、ゾルダン、元気そうだな。そう、ゾルダン、ゾルダンかっこいいね。戦争のせいでマハカムの蜂蜜酒は手に入らないが、レダニアのビールは変わらずうまい。やっぱ、ドワーフは酒好きだからね。まあ簡単に言えばドワーフと仲がいいのが確かお酒を飲み交わせるっていうかめちゃくちゃ強いんで、耐えれるのがウィッチャーぐらいっていうね、うん、それがあって仲がいいみたいですけどね。いろいろあってな、お前を巻き込みたくない。ふざけるなよゲラルト、俺には全部話す。さあ、いくつか問題あってな。問題があってな。当ててやろうか。トリスだろ、それともイエネファーか。トリスとは話をしてケリはついた。イエネファーはその見つけたのか。全部話してくれ。話すのはまた旧友だね。今はそれよりもう少し大事な話がある。ほう。さあ、ではシリを探していると。シリを探してる。ノビグラドに来たのは分かってる。まだいるかもしれん。つまりあの子が戻ってきたと。ああ、今会っても気がつかないかもな。何年だ、6年、7年か。しかしあの子はここで何を。おそらく隠れている。危険が迫っているようだ。夢で見たのか。何度かな。彼女とワイルドハントの夢だ。うん、そりゃまずいな。ああ、ただこの町でダンディリオンと会ったのは確かだ。だとするとちと厄介だな。お？そのダンディリオンはどこだ。ダンディリオンはどこだ。おいおい、俺が知ってるとでも。やつに聞かなきゃわからんよ。見ての通り戻ってきたばかりだ。温かいイノシシ肉と冷たいエールが迎えてくれると思ったら実際はどうだ。めちゃくちゃだ。ダンディリオンはいない。確かにね、酒場は宿なしどもで満員。何があったか見当をつかん。うん、その辺を調べてみるか。足取りがつかめるかもしれない。手始めに奴がよく書き物をしてた一階を調べてみようぜ。でもあの身なりからするとあれだよね。お、フランから手紙。あ、これは出るか。女神からの感謝と愛の言葉だ。他人の手紙を盗み読みか。悪趣味だな。私の顔は真っ赤にほてり、純粋な快楽に浸り、その甘美な蜜を体いっぱいに。あなたの巧みな指が私の魂に触れ、レンボの和音を奏でるのです。ま、取られても文句は言われなさそうだしね。あとはそこなんかあるね、書物が。これは何だ。何々、テサンの辛口ワインジュッタル、ソドンの蜂蜜酒5ケースか。変わったものはないようだ。待て待て、それこそが探していたものだ。
え？やつの手帳だ。ダンデリオンが手帳とはな。ダンデリオンが手帳？何か書いてあるとしても特殊な暗号に書き換えられてるさ。解けるのはやつだけ。いや、やつ自身も解けなかったこともあった。まあ見てみよう。そうなのか。調べる価値はあるはずだぞ。やつが遺産としてこの立派な店を受け継いだとき、立派な店主になる責任も受け継いだのさ。帳簿もその一環だ。そして人と会う予定もメモするようになった。仕事もプライベートも含めてな。さて、最近会った相手は？あったぞ。だいぶだらしない感じだったんだね。どうやら最近は女とばかりだな、あの野郎。そう、何か手がかりがあるかもな。悪くない考えだ。奴なら女にいろいろと話しているだろう。そこから足取りがつかめるかもしれない。つまりそういうことだ。俺はこいつとこいつで、くそ、面倒だ。こっちの女どもに話を聞く。お前はそっちだ。いいな。まあ、メモ帳の正しい使い方やね。これは詩だ。あの男が詩を書くのが何か不思議か。なるほどな。終わったらここで会おう。分かったことを教えてくれ。了解。行く前に少し片付けないとな。こんな惨状の中に帰ってくるなんて考えたくもない。お前も行く前に自分の文を読んでおいた方がいい。何か必要なら隣にいるぞ。さあ、とりあえずなんかアイテムをいろいろ探しますか。さあ、これは女性ファンからの手紙と。伸びさせる女子戦と。さあ、クエストは進んだようだと。いや、経験値めっちゃもらえたな。オクセンフルト大学当局はレッテンホーブ子爵ジュリアン・アルフレッド・パンクラッツに自由七学科修士号を与える。ほう、それなりに。あ、火を消してしまった。あとは倉庫だね。倉庫自体は、まあね、装備できないのよね。装備できるんだけどっていう感じなんだよね。まだレベルが足りないか。まあ、倉庫はあるからいつでもという感じだね。まだいたのか。探し物か。なくなってるものがないか確かめるだけだ。バカが金目のものを持ち出してないかと。いや、残っていてくれて助かった。いくつか聞きたいことがある。さあ、それぞれ聞かないといけないのか。モリーについて。シルクの肌触りを愛する彼女も熱情にとらわれれば藁の中に身を投げ出すことを厭わない。モリーだな。ラバレッテ男爵夫人の世話をしている。男爵夫人じゃなく駒使いに手を出したのか。ダンデリオンは身分で人を判断しない。知ってるだろう。よく物陰で二人きりなら皆平等と。なるほど、ね、言いそうだな。真の詩人ともなれば人生のあらゆる面をあらゆる角度から観察していると。さあ、マーベラについて。ありえないが、このマーベラに嫉妬しているように読める。いや、それはないな。元弟子だった女で、やつの話によれば彼女は。聞かない方が良さそうだな。かもしれんな。二人の関係はある時からおかしなことになっていて。というと？祭りのような仮装をさせて、
互いにクリスティアンとアナスタシアという名前で呼び合いだとか。盗作した愛情か。これは序の口だ。私のオス馬と呼ばれた時も褒め言葉だと思ったらしい。だがある時彼女が戸棚から手綱を出してきて、奴は窓から逃げたそうだ。ベス、まあいろいろやね。奴のズボンを窓から投げ捨てた女か。その女だ。奴のことを肺を患った生地越えの悪党だと叫んでいた。その女だ。花瓶を投げつけた女か。昔の女は忘れがたいようだ。シンクのバラが自らの色を恥じるように、美しきローザは時に蒼白の憂鬱に浸る。文明的な礼節を脱ぎ捨て、ドワーフと共に汗をかく。ドワーフ？自分のことをドワーフというとはな。ドワーフはローザバル・アトレの飼っているグイールの名だ。いい名前だろう。彼女の父親はニルフガードの貴族で帝国の公使でもある。娘たちの習字法の家庭教師としてダンデリオンを雇ったが、ローザは剣術の方が好きだったようだ。あの偉大な吟遊詩人よりもどこかの剣士の方が好みだったと。それも一人じゃない。毎週毎週新しい指南役が餌食になったそうだ。奴が辞めちまって残念だよ。噂じゃ父親はまだ生贄、指南役を探してるらしい。生贄ね。エリハルについて。世にも稀な二つの顔を持つ女性、瞳の奥を見よ、騙されたくなければ。おやおや、この女には熱を上げているようだ。ああ、わからんでもないぞ。それほどエルフの女を知ってるわけじゃないが、彼女は特別だ。フランチェスカ・フィンダベアですら羨むほどの美女だ。担当を譲ろうか。ねえ、お前が行け。なぜだ。わかるだろう。エルフの美女はボークレールの若いワインみたいなものだ。俺はストレートのウォッカがいい。めんどくさいんだな。知りたいことは全部わかった。助かる。さあ、とりあえず一回話は聞いたんで、2階の探索で行こうか。まあ、女性沙汰はめんどくさいってね。まあそう言ってもね、ゲラルドもモテるからね。ウィッチャー、まあ伝説のウィッチャーなんでね。特に魔女には人気だね。イエネファ、トリス。あとは他にも魔女また出てくるんでね。まあ実際過去の配信でも出てきた人いましたけどね。さあ、アイテムを取れるだけ取っていって。ドライフルーツ。まあ、重さ的なのは武器を取らなければ、220まであるからね。まだ全然余裕が。宿屋みたいなもんなのかな、ここ自体はね。端っこは特になし。まあ、こんなもんか。さあ、ここも。鍵がついて、どうだ、もうこの先はなしということか。すげえところに乗ったな。よし、じゃあ、これで話しても進めるとしますか。厄介そうな感じにはなりそうだけどね。シリのためだね。ここじゃあ探しに行きますか。まずは魔女が雨を降らせてる。こっちから行こう。まあいいか、なかなかあれだな。電気だ
とりあえずこっちから行こう。マーカーはなかなか見つからなかったね。どっちだ。そうね、新しい剣術を教師だ。ローズバルアトリに呼ばれてきた。剣術を教えることになっている。こっち、ローザ様がお待ちだ。いけにえ。これから何が待ってるか理解してるといいが。そう願いたい。ローザ様はまさに猛獣だ。剣を取れば相手が誰でも一切容赦しないぞ。ほう、さすがにそれを切ってしまうとっていうところはあるよね。さ、本を読んでおき。またテメリアからの流れ物か。お、木の剣を使え。ついてこい。木の剣か。まあそりゃそうだよね。さすがに、さすがに。あれ、木の剣は、あ、自動で抜いてくれる感じか。まあそのうちまた入れるようになるんだろうけど。自作の説明。さあ、地下に来たね。さあ、猛獣と。新しい剣術の先生。あらあら、今回はパパも頑張ってくれたわね。最初は木の剣でね、実力を見せてもらうわ。まあ、ウィッチャー相手に実力どうこうってなかなかやな。ずっといいわ。実は剣術を教えに来たわけじゃない。本当に？じゃあ何者なの？どうやってここに入ったの？さあ、ウィッチャーが仕事できた。人を探しに。ウィッチャー、すごいわ。ずっと会ってみたかったの。夢のようだわ。夢のようだと。夢のようなんだ。危険と隣り合わせの生き方。怪物を追い詰めて立ち向かい、星空の下で眠る。ああ、なんて素敵なの。いや、首までお水に浸かりながらズーグルと戦ったり、素敵とは思えないが。それは最悪の場合でしょ。それより、何か聞きたいことがあるんじゃないの。ああ、そうだね。先にいろいろ話しようか。質問の前に、君の剣の腕はかなりのものだ。だが一つだけ、身をかわすときに左脇がガラ空きだ。ああ、そうなの。悪い癖よね。どうしても治らないの。ノビグラドの誰かが治すのを手伝ってくれればいいんだけど。でも、それで騙せると思わないで。剣術を教えに来たわけじゃないって、さっきも認めたでしょ。そうそう、ダンディリオンのことを聞きたい。ダンディリオンのことを聞きたい。習字法の家庭教師？よく言うわ。パパはそのつもりで雇ったけど、あの吟遊詩人にそんなつもりは少しもなかったわ。リュートを弾いて詩を捧げるだけで、てっきり彼に求愛されてるのかと。違ったのか。しかし、親密な関係だったんじゃ。彼が私の後を追いかけ回すことを、そう言うならね。実際は何もなかったわ。なるほどね。妹は私たちを見て面白がってたみたいだけど。さあ、おしゃべりはおしまい。戦いの時間よ。もう一勝負。仕方ない。どうした？来い。
ああ、カウンターも綺麗に組まればね。さあ、カウンターも綺麗に決まって、このままいくと気絶させそうな気はするけどね。やっぱ最後まではダメか。今からでも目指すべきね。通いで稽古をつけてくれる気はない？そうだね、喜んでて。レディの頼みは断れないな。お二人さん、仲良く何のお話かしら。私とダンディリオンの関係が知りたいと言ったわね。その誤解の出所を紹介するわ。悪巧みをさせたらヤルーガで右に出る者はいない。エドナバルアトレよ。なあ、そういうことね。双子だったんだね。ダンディリオンは君たちを混同してたってことか。ダンディリオンは君たちを混同していたと。時々ね。でもローザがすぐに正解を教えちゃうの。そのふざけたおしゃべりをやめなさいよエドナ。説明ができないでしょ。エドナはダンディリオンにラブレターを出したの。私の名前でね。あの自信家は当然のように騙されたわ。中年議員詩人の求愛を断るのに苦労したわ。どう私は良かれと思ってやったのよ。踏み出す勇気がなさそうだったから。彼が歌うとき赤くなってたくせに。黙らないとあんたの葬式が彼の次の舞台になるわよ。静かに落ち着け。あらまあ、立派な先生ね。力強くて毅然としてて。私も剣術を習おうかしら。知りたいことは一つだけだ。どちらでもいいが、最近ダンディリオンに会ったか？エドナは会ったかもね。私はないわ。何を言うのよ。愛するお姉さまが密かに情熱を燃やす相手と私だけで会うはずがないじゃない。情熱を燃やす？絶え間なく他の女の才能を褒め続ける男に。私はそんなにバカな女じゃないわよ。さあ、最近のダンディリオンの様子は？最近のダンディリオンの様子は何か異常はなかったか？異常？いいえ、無駄よゲラルト。姉は彼に夢中すぎて狼に変身したって変だとは思わないわ。エドナ？何よ。彼が普通だと言い張るの？私たちを墓場に連れて行ったのを覚えてないの？習字法の授業を墓場で？ダンディリオンにしても普通じゃないな。高名な教授たちの墓を訪ねたのよ。ヘンケル辺境博についていろいろ聞いてきたり。誰だって？変わり者のおじいさんよ。最近亡くなったの。若い頃は芸術分野で気前のいいパトロンとして有名だったらしいわ。あ、なんか探ってたんだね。君たちはなぜノビグラド？貴族姉妹がノビグラドで何をしている？退屈で死にかけてるのよ。パパは外交官なの。ノビグラドでたくさんの事業も手がけてる。商業協会の会員でもあるのよ。どこへ行くにも私たちを連れて行って先々で家庭教師を雇うの。ノビグラドでは詩人のダンディリオンに白羽の矢が立ってローザの恋に落ちたわけ。エドナ、じゃあ政治に興味はあるか？君たちのような上流階級の娘なら政治にも詳しそうだな。少しならわかるわ。何が知りたいの？そうだね、戦争はどうなってるか知りたい。体制は決まったのか？パパは対局はラドビット次第だって。どこがノビグラドを手に入れるかね。ノビグラドに何の関係が？自由都市としてどこにも組みせず、どの戦争にも参加しないはず。ノビグラドが世界最大の艦隊を持つことは子供でも知ってるわ。それに町の財政は潤っていて倍の軍備を整えても余るほどらしいわよ。ああ、じゃあ結構戦争や的なところもあるんだね。皇帝とその周囲は脇に帰っている。は、皇帝は北へ進軍を続けている。宮廷は脇帰っているだろうな。皇帝の側近たちはね。でもパパは長続きしないだろうと言ってたわ。というと？戦争で貿易が中断してるの。人々は皇帝にお金を取られてうんざりしてる。じゃあ結構疲弊してんだな。他のことが知りたい。話は変わるが、ダンディリオンが誰の才能を褒めていたと？ダンディリオンが才能を褒めた女性ってのは？きっと歌人か吟遊詩人のはずよ。それもすごい技術と非凡な才能の持ち主ね。でもどうだか、あの詩人が嫉妬させようと作った架空の女性かも。
惨めな歌い手ね。じゃあうまくいったわね。そう言ってるだけで顔が真っ赤じゃない。目玉をえぐり出して血で真っ赤にしてあげるわよ。まあまあもう行かないと。楽しい一時だったな。やるべきことがあるんで。お話できてとても楽しかったわ。また来てね。さて、また剣術を教えに来てくれる？さあ時間飛ばしますまあせっかくね。そう言われては断れない。どこで覚えた頼み方だ。時間と場所を決めてくれ。明日はどう？同じ場所で今日と同じ時間に。ではまた明日。じゃあね、ウィッチャー先生。まあ心移りが早い人だったってことだね。まあ行くはずはないが。まあどんくらい今のでおまけで経験値がもらえるかと。あ、でも新しいクエストになるわけだね。おい、レタニア語になってるわけだね。さあ、こんな感じで次行こう、次。またテメリアからの流れ物か。さあ、書物をちょっと漁っておいて。意外とね、この書物関連がね、いろいろと後々大事になってくるんだよね。あの、モンスターとか怪物の知識が手に入ることも多いんで。2階がある。2階は特になし。まあね、さっきした選択がどう変わるのかとかはちょっとわかんないけど、まあ、ダンデリオンは無事だろう。さあ、これはそのまま後で読み直すとして、とりあえず。OK だね。よし、じゃあ次。さあ、次は？意外とここら辺はなかったね、橋がね。こっちだね。あんな感じの話が5人分あるのか。めっちゃ軽快な音楽が。でもさっきの話が一番重要そうな感じもするけどな。あ。ダメか。目が覚めたね。まさかね、あんな綺麗に落ちていくとは思わなかったね。まあここら辺はちょっと次のところまではちゃちゃっと移動していきますか。
さあ近くまで来ましたね。そう、駒使いか。次はマーベラという女性は。私、外で待ってて、授業中なの。分かった、待とう。待とう。もうすぐ終わるわ。来られないことになっちゃったの。なんで？ネズミに噛まれて熱が出ちゃったんですって。なんで噛まれたの？すごく痛かったのかな。死んじゃうの？ネズミに噛まれて死ぬもんか。ネズミ駆除。どうしてわかるの？女ウィッチャーね、なんかそれもどっかで聞いたな。まあ、確かにシリーはウィッチャー鳴ってたんだっけ？多分鳴ってなかったよね。さ、先にアイテムは取れたと。今なら話せるか。一体何のご用かしら。最近ダンディリオンに会ったらしい。人生で一番長い午後だったわ。詩を聞かされたか。図解でわかる菌類を熱心に読んでたわ。もしかすると、いや違うな、目的を想像しても無駄だろう。カビに興味があったみたい。私の膝に置いていた手を離して青カビを指さした時、二人の間の炎はもう消えてしまったとわかったわ。最近やつに会ったか。その菌類の件の後、ダンディリオンに会ったか。いいえ、彼にチャンスを与えるつもりもなかったし、彼の真の部分は輝く純金だけれど、もう少し生活を正さないとどうにもならないわね。でも彼は戻ってこなかった。だからもう終わったと思うことにしたわ。彼は君のことを死にしていた。ダンディリオンが君のことを書いた詩を見つけた。素晴らしく才能に恵まれた女性だと。本当？私の詩については、私はずっと馬の魅力に取りつかれていて、あの高貴な美しさを表す言葉を探してるの。ダンディリオンの家で私の詩は見た？秀作に過ぎないけれど、感想を聞かせてほしいわ。ああ、いや、読んでいない。急げ、彼女の鞭が蛇のようにうねる。鞭で、ああ、そういうことね。彼女は獣を操る。彼女の股の下で大数馬が踊る。泡立つ汗が顎の毛を濡らす。悪いが、死には詳しくないんだ。それで逃げたわけね。それでは。まあ、教師と例えたんだろう。まあそこら辺はね、気になる方はいろいろ調べてみてください。じゃあ次。いやー、でもこれ本当プライベートでちょこちょこやっておかないと時間足りねえよな。アイテム探しとかしてないとね、本当錬金術だったりとかいろいろ関わってくるんであれなんですけど。ああ、下でよかったか。どうなるんだろうな。そう、ここをまっすぐ抜けて、助けて、助けて。クエストを聞くだけ聞いとこうか。どうした、坊や。あの人たちが、おおい、待て。それ多分物声かなんかだろう。白髪男、
捕まえろ。誰か槍の周りに入るな。俺がやる。任せとけ。さあ、その報いは受けてもらおうか。もう勘弁ならねえぞ。どっかのクソったれがみんなを煽って火をつけさせようとしてる。ドアフか。もう何を信じていいかわからん。まあよくあることだね。そう、こっちに。リビアのゲラルトか。白狼と呼ばれるウィッチャーの。貴様は信仰心を害した罪で告訴されている。尋問のために連行するよう命令を受けた。武器を渡せ。いいさ、じゃあ紙見せてくれ。だがいいさ、受け取れ。ただし受領証が欲しい。何も失いたくないんでね。今対応してやるよ。魔女やウィッチャーについて話した説教師を覚えているか。信者の前で恥をかかせた男だ。代わりに儀式をやるよう頼まれた。貴様の葬式をな。葬式ね。まあ武器を取らないと。さあさあ引いてもらわないと。ああで武器を取ってやるかどうかになってくるわけか。じゃあ燃えてもらおうか。さてさて、どうしよっかな。アクシーで。おお、危ない。ウィーウィー、危ない。意外とそういう感じでいろいろ来るとね。まさかこういった感じで仕返しに来るとは思いもしなかったな。水でも飲んで。さあさあこっち来い。それと馬小屋の中でおさらばするか。痛い。ここで十分お前らの墓場綺麗に収まってくれたね。あ、いい感じの場所。ってことは、特に何もしなければあのまま誰とも戦わなかったっていう展開もあるわけね。だよね、だいぶこっち側連れてこられたね。さあ戻ってきた。この辺りだね。なんかどこそこ、ここは男爵夫人の。いいとこ。男爵夫人は誰とでもお会いになる方ではない。夫人に仕えているモリーに用があるだけだ。そこをどけ。男爵夫人がお通りだ。
これはこれは、ウィッチャー。こんなところで会うとは驚いたな。信じがたい偶然だ。リビアのゲラルト、あまたの怪物と我が息子を殺した男。因縁が解けか。偶然ではなく、人を探すために来ている。ここにはあなたに会いたがる者などいません。隊長、この男を入れないで。悪いわね、モルブラン。競馬を楽しむ気分ではなくなりました。自分が殺した相手の母親の家を訪ねるとはな。ウィッチャーはそこまで死に急ぎはしないと思っていたが。モリーという娘を探している。ここにいるはず。悪いが、情報が古いようだな。モリーはもうここでは働いていない。おお、どういうことだ。解雇されたのか。暇を出されたのか。むしろ逆だ。モリーの方がもう彼女には使えないと決めたのさ。アリアンが亡くなり、ルイーズの甥が弔問に来た。そこでモリーに一目惚れさ。二人が結婚したのはそのすぐ後だ。今は遺産の相続を待つ身だ。男爵夫人の息子が死んだ以上、財産を受け取るのは甥とラアタード夫人、つまり最近までモリーと呼ばれていた彼女だ。財産目当てで結婚したのか。モリーが恋したのは甥か財産か迷うところだ。今はまだわからんさ。だが彼女は両方に強く惹かれていると思うね。なるほどね。なるほど。ではラ・アタード夫人にはどこで会える。かわいいモリーは新しい趣味を見つけたんだ。競馬さ。今はビーゲルバット伯爵夫人の別荘にいるはずだ。私も今からそこへ行く。君のせいでルイーズと離れてしまったからな。よければ一緒に来るか。じゃあ喜んでご一緒したい。モリーと会えるならな。では行こうか。おう、馬で移動してるし。まあ競馬か。この時代でも競馬は人気だったんだね。結構あったんだね。さあ移動も終わって。素晴らしい会場。競馬地方のあらゆる生き物の中で馬ほど魅力的なものはいないと思うね。馬に興味はあるかい、ウィッチャー。どれも同じに見える。馬は全てローチと呼んでいる。あ、そうなんだね。灰色の馬はカンタレラだ。父親はカヒル、ボールのチャンピオンだ。そうか。灰色はいい色だ。馬の毛の色でもな。私は黒いオス馬のネムロットにかける。ニルフガードさんの馬だ。将軍の敬礼を忘れてるぞ。他の馬のことも知っているか。クリゲや影の馬については。クリゲはサンダーボルト、レダニアさんの馬だ。堂々として勇敢だが、私には強情すぎて操りにくく思える。影はゼリカニアから来た馬だ。ドボルテ卿が最近取り寄せたのさ。詳しくは知らないが、驚くほどスタミナがあるという評判だ。馬は詳しいのか。馬は人間よりずっと信頼できる。君がどんな風に馬を操るか興味があるな、ウィッチャー。落馬しないだけで精一杯だ。参加してみる気はないか。別のようできたんだ。お願いだ、ウィッチャー。もし君が勝てば、私が持っている一番上等な蔵をあげよう。ニルフガードさんの美しいなめし革製だ。そうか、まあやっとこうか。いいだろう。豊富な知識が騎手の技術にも生かされるか確かめてやろう。素晴らしい。それなら乗る馬を選ぶといい。さあ結局ね、走り切れるかどうかがね。ゼリカニアさんの馬でお相手するとしよう。私はカンタレラだ。準備はできてる。始めるとしようか。スタミナがね、結局走り切れるかどうかっていうところもあるからね。結構ダッシュ管理めんどくさいところあるんでね。
あとウィッチャー3は確か競馬系は多いよね。行け、行くぞ。さあ何代目のローチかわからんが、さあ気力回復はさせたいところだが、さあウィッチャー君の力を見せてくれ。若干ねこうやってが邪魔すればね。さあ2回目の中間地点を過ぎ、あとどんぐらいだ。そうはさせない。これはそもそも勝ったね。やっぱスタミナあると楽だね。ローチはよく走ってくれた。信じられん。レースで負けたのは久しぶりだ。おめでとう。クラは君のものだ。おお、高級品が手に入るのか。ラータード夫人の到着だ。誰だ。以前はモリーと呼ばれていた女性さ。あそこにいる。なるほど、感謝する。まだしばらくここにいるつもりだ。町まで一緒に帰りたければ後で会おう。そうか、ということはここは離れか。おお、めっちゃ離れにいる。まあ高級品をねゲットできたんでね。気力が20上がったか、まあ、50か。ってことはスタミナが増えたって感じか。またテメリアからの流れ物か。んじゃちょっと話を聞きますか。どの馬がお気に入りで。黒いボバと灰色の牝馬で迷ってますわ。どちらにするかずっと決められないの。あら失礼、初めてお目にかかる方ね。ゲラルトだ。ゲラルト、あのゲラルトなの。ダンデリオンが何度も何度も救ったという。なんかそういう話になってるんだね。まあそうだ、奴がいなけりゃ、まあ、ここに来たのはそのダンデリオンのためだ。彼からあなたの冒険を聞いたわ。彼の歌で戦いに集中できたり、リュートの音色で怪物がおとなしくなったり。ああいや、ダンディリオンの居所が知りたいんだ。どこにいるか知らないか。いいえ、悲しみの言動もつかないわ。わからないのか。長い間会っていないの。私がラータード夫人になって以来、舞踏会や晩餐会、それになんというか、なんだかよくわからない集まりの連続で、何もかもがひどく退屈なのよ。でも彼の妹なら何か教えてくれるかも。とてもいい子よ。妹。やつはまだ君が夫人の下働きだと思っているようだ。それは仕事を辞めたと伝えてないからよ。態度を変えてほしくなかったの。君の夫はやつとの関係については何も。もちろん、愛する旦那様は彼が私を洗練された女性にしたと感謝してるわ。じゃあ最後何話したのかね。ダンディリオンと最後に交わした会話を思い出せるか。もちろん、お金を借りに来たのよ。船が必要とか。船？船？何のために。私とクルーズをするためよ。月明かりの下、運河を遊覧するの。たくさんのイチゴとワインが用意されていて、彼が私のためにアリアを歌ってくれるって。でもそれ以来彼には会えていないわ。そうか、まあ、妹いないと知らないのか。妹はいないと知らないようだな。そんなはずないわ、この目で見たもの。でも不思議ね、彼にちっとも似てないの。ブロンドの髪だし、父親が違うのかしら、ね、ブロンドの髪、全く別だな。母親も違うのではないかな。そうかも。
でもすごく可愛がってたわ。よく面倒を見て荷物を持ってあげたりして。ダンディリオンの妹であらにはどこで会える？困ったわ。何度か妹さんに会いに行きたいと言ったけど、彼は決まって話題を変えてしまうの。そうか、まあありがとう森。待って、行く前にお願いしたいことが。馬を決めろってことやろ。彼の同伴画を見せてくれると言ってたんだけど、まだ見てないの。とても興味があるのに。安心しろ、奴は機会があれば誰にでも見せたがる。誰にでもな。そうなの、素晴らしいわ。ありがとう。あなたの探し物も見つかるというね。まあ楽観的というか、なんていうか。お、レベル上がった。そう、流れ物か。まあ、ノビグラドに戻ってっていう感じだね。戻してもらおう。ああ、ゲラルト、そこにいたか。共に帰るか。そう、戻ろう。ノビグラドは遠い。話し相手がいれば少しは短く感じるだろう。全くその通り。さあ、行こうか。さあ、着いたぞ。楽しい時間だったよ。こちらこそ。それでは。さあ、クエスト更新、あと2人だね。さあ、近くまで来ましたね。ちょっとこっち側まで来るの大変でしたが、続きをやっていきましょうかね。なんか揉めてる感じだったね。払うわよ、利子もつけるから1週間だけ待ってちょうだい。ホアソンさんは銀行家じゃない、ただの誠実な男さ。期日までに払えば守ってくれる。払わなければ。助けて。何を叫んでやがるバカ女。騎士様が助けに来るとでも思ってんのか。そんなところだ。突っ込んでろよ白髪野郎。お前には関係ない。さあ、ベスプラには新しい保護者がついた。ベスプラには別の後ろ盾がつくことになった。そうかい、誰のことだ。そうしよっかな。俺だ。ただ今までよりいい条件だな。そうかい、安いだけか掘り出し物か試してやるよ。聞くなら今のうちだ。母ちゃんって言ってたね。なんか仕掛けたね。さあ、一撃。あたり一面血だらけじゃない。まったく、なんてことをしてくれたの。気にするな、大したことじゃない。ごめんなさい、感謝はしてるの。でも、私にはもう何も、すべて失ってしまったの。俺のことを覚えているか。覚えてないか。会ったことが。知らない。あ、待って、わかった。あのウィッチャーね、花瓶をぶつけそうになった。あれは確かダンディリオンを追い出した時だ。バルコニーから突き落として。彼は今どこにいるか知らないが。ほう、そんなことあったんだね。あのしゃがれた鳥みたいな浮気者。どうした、奴に何かされたのか。いつも通りよ。
あの大嘘つきが戻ってきて、今度は死ぬまで話さないとかなんとか、その後1週間も経たないうちにハーバーサイドでどこかの商売女と腕組んで歩いてたわ。浴場の洗濯女のことを根掘り葉掘り尋ねてあげくね、もうあざだらけになるまでぶん殴って耳を掴んで引きずってやったわ。そうか、他の洗濯女のことを尋ねたのか。他の洗濯女のことを尋ねたのか。いくらやつでも軽率すぎるな。泡まみれの女が好きなのかしらね。ああかもな。だが一体何を尋ねてたんだ。いろいろよ。浴場での仕事はどうだとか、仕事仲間はいるのかとか、何時から何時まで働いてるんだとか。彼の酒場でも洗濯女を雇うつもりだったのかもね。勘違いして怒りすぎたかも。その一緒にいた女ってのは、ハーバーサイドで彼と一緒にいた女だが誰だ。コビリから来たメイだとか。どうせ勝負お得意の嘘よ。あーで、女性が一人ね。そうだったわね。芸術家だか娼婦だか知らないけど大差ないわ。芸術家？それか娼婦よ。ダンデリオンは銀融詩人と会っていたらしい。おそらくブロンドの。それよ。確か名前は。お、名前が分かったね。芸術家みたいな、外国人みたいな、娼婦みたいな、その全部みたいな名前よね。言うね、ありがとう。助かったよ。もしダンディリオンに会えたら伝えてほしいことはあるか。ないわ。でも彼は裏切り者の蛇野郎だけど、また会いに来てって言っといて。結局か。さ、一応アイテムをね、回収だけさせてもらって。まあ、なんか、アイテムてか、妹の正体がちょっとずつ見えてきた感じだね。ゾルダに相談する前に、最後の一人と話して、聞いてみるか。いや、今回のクエストは結構、道中なんやかんや起きるね。戦わずして逃げる方法もあったというわけな気もするが、まあほっとこう。ようこそ、いらっしゃい。さあどうぞ。ダンディリオンの。さあエリハル。エリハルを探してる。どのようなご用件かな。裾分けかい。ズボンの継ぎ当てかい。それとも靴下を作ろうかい。お前がエリハル。そうだ。驚くようなことはないだろ。悪い。そのエリハルはダンディリオンの恋人の中と。ああ、そういうことか。待ってな。ん？何かあるのか。これでどうだ？そういう。ああ、エリハルだ。ダンデリオンとはそのどうやって出会ったんだ。ある世の酒場だ。彼はしこたま酔っていた。それ以上聞く気ない。もう聞きたくねえけど、まあ一応聞くか。何があった。何があったか。話しただけだ。それだけか。何が言いたいのかわからんが、一つだけはっきりさせておこう。俺は男には興味がない。彼にもそう言った。ああ、そういうことね。ありがたいことに彼は理解のある男でね、楽しい夜を過ごせたよ。以来いいお得意さんだ。そう、よかった。上等なダブレットを仕立ててみてはと何度も言ってるんだが、ボタンが取れたとか穴の継ぎ当てでしか来てくれないんだ。最後に来たのはずいぶん前だな。ゾルタンの上着を持ってきて、もう一つポケットをつけろと。変な注文だろ。それは口実で話をしに来ただけだと思ったよ。はあ、ゾルダンの服に何か仕込まれてる感じがするね。ダンディリオンとはどんな話を。何か尋ねられたりは。さあな。普通のおしゃべりだったな。ただそうだ、カルクスタインのことを繰り返し聞いてきた。もしお互いを理解し合っていなければ、彼とあの錬金術師が変な関係じゃないかと疑うほどだ。恋に浮かされたような口調だった。何が何でも彼に会いたいという感じだったな。カルクスタインはノビグラドに会ってみたいんだが、
ちょっと遅かったな。彼はウィッチハンターに捕らえられてしまった。大祭司広場で火炙りに処されたんだ。だが彼があの火炙りの人すごいことが起きた。炎の獣たちが焼け跡を取り巻き、空高く駆け上ったかと思うと爆発して文字を描いた。なんと書かれていたんだ。ラドビットはフニャチン野郎。さあ、なぜそんな格好をする。余計なことを聞くようだが、何のためにそんな。この格好か。子供の頃、大きくなったらドップラーになりたかった。実際は仕立て屋だが、気づいたんだ。服や衣装は着る者の複雑な内面を余すところなく表現する手段だと。ある時はレダニアの伯爵夫人、ある時は鳩場の荒くれ者、真の自由だ。そうか。自分以外の誰かになりたいと思ったことはないか。ほんの少しも。常にウィッチャーでいるなんてひどく退屈だろう。なんとか飽きずにやれてるよ。そうだね。感謝する。会えてよかった。お役に立つのはこれからさ。新しいズボンやベストが欲しくなったら迷わずここに来い。もう仕立てをしてくれると。まあ特に相手はないね。でお前その格好のままか。いらっしゃい。春のコレクションを見にいらしたのかな。まあ商品だけ見てみようか。もちろん、どうぞ。どこが擦れたりきつかったら無料で即仕立て直すよ。出来上がれば何も着ていないように感じるさ。そう、いらないのがこれ、これ、これ、ドワーフもいらない、いらない。あ、所持金が不足してる。そうなんですよ、これね、商人がね、お金不足するのよ。だから、単純に同じ人にずっと売ることができないっていうかね。お、狼のマスク。あ、そういえば普通に買ったけどいくら？あ、1か。まあこんなもんか。じゃあな。そう、ちなみに今手に入れたのが気になるね、仮面ね。でもなんか頭つけれるような感じなのかな。いや、アイテムとしてって感じか。そう、そうだね。特に、ああ、なるほどね。アイテム枠に入るってわけか。こんな感じで。はあ。これはこれで使えそうだね。そしたらゾルダンとこちょっと戻ろうか。いやー長かった話が。そしていろんな人がおったね。結構一発目に重大な人のところに行ってしまった感じはするね。さあ戻ってきましたと。オピー、調子はどうだ。ゾルタンがいなくて寂しかったか。なんだ、水を飲んでないのか。悪い子だな。さあ行ってごらん、おいしいクラッカー。あ、フクロウか、なんかと思った。アイテム先に取って話そう。勢いのままに話しかけたけどね。さあゾルダン久しぶりだね。ポピーを知ってるか。もうすぐ喋り出しそうだぞ。そいつはフクロウ、オウムじゃない。
その袋をオウムにするのは魔術師でも手こずると思うぞ。まだ俺のことを分かってないようだが、こいつはすぐにグエントのルールだと覚えるぞ。まあ今はダンデリオンの話だったな。趣味はどうだ、何か分かったか。そうだね、先にそっちから聞こうか。そっちの成果から教えてくれ。いくつかのアザに破れた服、それ以外の成果はほとんどない。どの女のところにも奴はいなかったし、長い間姿も見てないらしい。分かったのは奴の口説き文句だけだ。何の役にも立った。じゃあ特に成果はなかった感じやかな。自然史を学んでる女をどう口説いたと思う？トロールの習性を尋ねたそうだ。うん、パシフローラ出身の料理人とのデートでどこへ行ったと思う？オクセンフルトとノビグラドをつなぐ街道の工事を見に行ったそうだ。労働者が大きな石を細かく砕くのを何時間も見せて、それをデートだと言い合ったらしいぞ。人間の女は分からんが、ドワーフの女なら退屈で死にかけるわ。年を取って勘が鈍ったか。かもな。それとも他の理由は。何か分かったような口ぶりだな。何かとこう探ってる感じだったからね、人を利用してね。こっちの女たちはしばらく会っていないようだ。口を揃えて様子が変だと言っていた。他の女と会っていたと思う。ただその謎の女はリストにない。どんな感じの女なんだ？髪はブロンド、こびりの出身、銀融詩人らしい。名前はカロネッタとか。まあそれでガテンが言った。そいつはプリシラだ、間違いない。プリシラとは誰だ？プリシラとは誰だ？お前の言った通り銀融詩人だ。最近は名が売れてきている。やつを女にした感じといえば大体わかるだろう。面白い表現だ。で、自分の分身みたいな女との関係は？やつが惚れたようだ。それは衝撃だな。ついに最高の相手を見つけたのか。確かに最高の相手だな。いや、それ以上か。奴の頭は茹で上がってる。あの女にかき乱されてるはずだ。彼女と話す必要があるな。プリシラは旅の劇団で働いてる。レナードとフォクセン一座だ。今は彼女も夜にキングフィッシャーの舞台に立ってる。今夜は演劇を見なきゃいけないってことか。甘く見るなよ。プリシラのは本物だぞ、ゲラルト。本物か。さあ、君に届けも、そろそろ終盤まで来た感じかな。さあ、このまま、ちょっと追っかけていこう。テメリアのウィローズ、手短に言えば、今日の友は明日の敵ってことだ。ルーンレイスもびっくりだ。あんたの方がくず拾いがうまいじゃないか。癒しては何だったんだ。いつも通り待ちかねで稼いでた。さあ、酒場に着きましたね。じゃあちょっと様子見ていきますか。いや、なんか嫌な予感するな。日没時か。じゃあ日没まで待つって感じだね。じゃあちょっとね、結構今回話が長かったんでここまでにしましょうか。で、次回はこの続きから君に届けやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回会いましょう。ほんじゃあまた。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。